はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今日のテーマは、投資の不都合な真実3選。ということでお話ししていきたいと思います。喋っちゃいますか。喋っちゃいます。はい、不都合な事実ね。はい。まあ確かにありますよ。ええ。まあもしかするとそんなの知ってるよとか当たり前じゃんと思う方もいるかもしれないんですけども、今から見るこのグラフを見た時にはっと思うところがあるやもしれない、うん、という感じですね。あれ最初からネタバレですか。まあここでねちょっと気になるって思ってくれるかなとはい、わかりました。はい、はい、というわけで一つ目から参りましょう。はい、はい、じゃあまず一つ目、うん、右肩上がりでは増えていかない。なるほど。資産がね。まあ確かにね、うん。右肩上がりで上がっていくといいんですけども、うん、投資ってこう、ブレるんでね、上下に。まあできるだけ少なくしたいんですけども、多分皆さんが思っている右肩上がりとは違うっていうことなんですよね。うん、金利のような感じではないんですよね。そうなんですよね。うん、で、まあ一つずっとね、見ていただきたいのが、まあグラフとしてあるんですけども、はい、今ね、画面に出てると思うんですけども、はい、これがまあ我々、チーム 7% っていうね、うん、会員制のサービスをやっているんですが、はい、それはまあ対面セミナーで2003年の1月からスタートしていて、でそれからずっと続けている運用成績のグラフになります、はい、最初100からスタートしていて、うん、まあ、あの100万円でも何でも、まあ、読み替えていただければいいんですが、まあ、そこで、投資を開始して、で、リバランスを続けながら全世界投資を続けた結果です、うん、はい、まあ、グラフを見ていくと、まあ、一応今3倍まで増えてるのね。17年でね300ちょい超えてますからね、うんうん、なのでそれなりに増えてますよと。右肩上がりっちゃ右肩上がりなんでしょう、うん、ただやっぱこうデコボコしてるでしょ。まあ滑らかとは言えないですね。そうですよね、うんうん、7% のね曲線ちょっとギューって上がっていくような形になるんですが、はい、まあ残念ながらそうはなってないと。確かに、まあこれがまああの右肩上がりではないというふうにまあ言った理由ですね、うんうんうん、でただこれね、まあアセットアロケーションとか、うん、まあ全世界投資っていうのでリスクをできるだけ抑えて、で全世界まんべんなく投資をすることでまあ安定的に、より安全にっていうようなお話をしているんですが、うん、それでこの結果なんですよ。ああ、まあ下がるとこ、まあリーマンショックのところがかなり下がってますからね。まあそうですね。まあこれを避けるためにね、まあ機会費とかっていうのもあるんですけども、うん、我々独自のサービスですね。はい。まあただ、まあそれを入れたとしても滑らかさっていうのは、まあ難しいのかなというふうに思いますね。まあこれがもう如実に出てますんで。うん、正直金利とはほど遠いですね。まあそうですね。なかなか難しいですよね。残念ながらね。はい。これが、まあいわゆる真実なんですよね。うん。うん。あ、じゃあまあ投資ってやっぱり危険なんだなっていうふうに感じられるかもしれないですけど、うん、まあ一応これでも努力してますよっていうことをちょっと主張したい。うん、はい、主張したい。上げていきたい。なので、ちょっとね、次のグラフも見ていただきたいんですが、はい、その青いグラフのバックにですね、まあ薄い線がいっぱい出てると思うんですけど、うん、これがそれぞれアセットアロケーションって呼ばれる、アセットアロケーションっていうのはアセット資産。で、アロケーションというのが配分という意味です、うん。なので、アセットごとにね、表示したものになります。ものすごい上下動があるのがわかりますかね。なんかもう上の方に行ってるやつはもうとんでもないところまで行ってますね。そうですね。これはまあ8個のアセット、プラスコモディティと金を加えた、10個のね、アセットのグラフが背景に映っていて、うん、で、先ほど見せたアセットアロケーションのまあ運用結果っていうのがまあ濃い色で表示されています。うん、で、まあこれ見てみると、ものすごいこうね、バラバラに動いてるのが分かりますかね。すごいバラバラですね。はい。うん、何か一つに投資をしていると、ものすごいこう上下動が激しくて、でまた全然低迷してしまうっていうものもあったりとか、はい、で今後どうなるかって分かんないんだよね。みんながこれまあいわゆるコモディティとかだったらエネルギーにもなるし、うん、農作物も入ってるので、うん、まあ今すごい大切だっていうふうに言われて、まあこれ2003年ぐらいからも言われてるんですけど、うん、それとか今最近だったら金が金ですね、人気になりますよね。うん、でまあその金とかも投資をしてみるとどうだったかっていうのもあるんです。ですけども、うん、こういうふうに、グラフでバッて表示されるともうなんかバラバラみたいな感じですね、うん、ちなみに金とコモディティこれ100下回ってません？そうですね、金は下の方にいますね、はい、でこれね実際の運用結果なので、うん、金って、どういう値動きをするかっていうと金自体は増えていかないですね。うん、まあまあそうですね。だから金の価格っていうのはまあ皆さんがよく見るチャートで表示されるんだけども、うん、金を
維持しなきゃいけないっていうのがあるのね。うんうんうん、まあ、金積立とか、まあ、ね、そういうのが、いろんな貴金属の会社でやられていたり、はい、ETF であったりとか、うん、まあ、そういうようなものもあります。うん、はい。で、まあ、グラフは右肩上がりになって、ギューンって上がってるんだけど、今最近コロナの影響を受けて。なってる。なんだけど、金自体が、を保有すること自体でずっとコストがかかってるので、まあ、ずっと下に向かっていくんだね。おー、じゃあこれ手数料込みみたいな。そうです。あー。だって実際に買おうと思ったら手数料込まなきゃいけないから。あ、まあそうです、ね。だからもう実際の結果ですから、ね。はい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 。で、もギューンって増えてても多分目の引っ張ってつくのがこの青色のグラフだよね。薄い青色のグラフ。これは日本リートかな。そうですね。日本リートですね。はい、まあこのリーマンショックを受ける前、やばくないですか、もう本当すごい、上昇したんですよね。バブルですね、これは。そうですね、もう完全に6倍まで増えてますんで。すごいですね。で、そこから一気に下がったっていうことですね。150くらいも下がってません？うん。で、これはもうコロナも一緒ですよ、これ。うん。2020年の2月からドッカンって下がってるのも、まあ同じようなもんですね。まあ、下落の幅から見ればそんな大したことないんですけど、そのリーマンから比べるとですね、まあ2分の1ぐらいですが、まあそれでもやっぱりすごく大きく下げてます。すごく動きますね、これ。だから日本リート1本で行くとこうなっちゃうってことだね。まあ、結果論で言うと上がってるかもしれないですけど、うん、これコロナの時やってたらとてもじゃないけどちょっと、そうだね、もう結果論から言えば今500にまでなってますんで、うん、まあアセットアロケーションでは300だけどもう500になってるから、うん、まあ言ったら儲かってんじゃんって言うけど、これもう乗り物として耐えられないよね。すごいジェットコースターですね。これアセットアロケーションっていうのが乗り物だとすると、うん、まあ言ったらもう急発進急ブレーキ、そうですね、で逆走、うん、でそれをもうこうキャン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 ってやるから、もうとっても乗ってる人間がもう G が耐えられなくて体ちぎれそうですよ。そんな感じになりますよね、うん、まあそれと似たような動きになっているっていうか、同じぐらいの幅で動いてるのが緑色の、うん、薄い緑色ですね。これはもう、うん、海外株式の新興国ですね。あ、やっぱりそうですね、はい、うんうん、まあこれもすごいですよね。こいつもまあまあ動きますね、はい、でこのようにまあアセットをまあ複数こう表示してみるとバラバラじゃないですか、うん、でこれらをあの一定の割合で運用したら青色になるということですね、うん、まあ、いわゆるその平均を取るっていうふうに僕表現するんですけど、はい、まあ、平均を取ればこの真ん中の線になると、うん、まあこのばらつきを抑えてるっていう意味においては多分抑えられているっていうか、あ、まあまあそうですね、うん、まあ平均点ちょっと上回ってるぐらいかなっていう、うんうん、そんな印象ですね、うん、まあなので価格変動商品っていうのはもう右肩上がりには上がっていかないんだよね、うん、やっぱこういうふうにいろいろこう上下動してしまう、うん、で上下動しないものを選択しようとするともうすごい運用利回りが下がっちゃうというような、うん、まあいわゆるそのどっちを立てるとどっちが立たないみたいなね、まあまあまあそういうような形になります。うん。うん、で、まあ右肩上がりに上がっていかないっていうふうに、まあ言うけど、右はね、右に行けば行くほど資産が増えているものも多いので、はい、うん、投資のバランスを取ったり、まあアセットアロケーションの中でも、その採用する採用しないっていうものを選択すれば、まあ基本的には右肩に上がっていけるよっていうのが、この太字の青のグラフでわかるかなっていうふうには思います。うん。ですね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。で次は二つ目。元本割れをほぼ間違いなく経験する。そうですね、うん、これもね、元本割れしたくないっていう方、まあ多いとは思うんだけども、うん、投資を始めると、まあ必ずと言っていいほど、1回は元本割れを経験します。まあするでしょうね。まあその、投資始めてね、まあ1ヶ月2ヶ月とかで、まあちょっと赤字になったとか、そういうのを含めないで、うん、もう月単位、年単位。そうですね。うん。で考えても、やはり今までプラスだったのに、マイナスに突っ込んでいくっていうようなことを一回は経験します。なんなら2、3年頑張ったのに、2、3年後に元本割れ、今まで何してきたんだろう。これ全然あり得ますからね。まあありますね。はい。うん。数ヶ月間の儲けが全部吹っ飛んだっていうこともあり得ます。うん、あり得ます。で、これは必ず一回は経験します。うん、はい。で、一回は経験するっていうふうに、まあ思ってしまえば楽なのかもしれないので、うん、まあ一応その不都合ではありますけど、うん、開始するときにね、まあ元本割れしたくない人に元本割れ一回しますよっていうふうに言われたら、それはね、なんか、病院入るのに一回は死にますよみたいな。って言われるようなもんで。まだ機会ありますけどって言うんだ。っていうことでしょ。まあまあ、だけど、まあそういうものなんだっていうことですね。うんうん、で、それでちょっとご説明に使いたいのがこのグラフになります。はい。で、これはね、チーム 7% のプレ講座っていうところでも使っているやつをちょっと抜粋してきたものなんですが、うん、100万円を投資すると、うんうん、で、100万円をアセットアロケーション、我々の全世界投資っていうもの方法で投資をすると、まあこんな、資産分布になりますっていうことですね。これ分布なので、その時その時によって確率で変わるっていうことですね。ああ、はいはいはい。うん、
ゃあ確率なのっていうような話なんですけど、うん、まあ、あの未来予測なんで、基本的に確率しか、まあ、表現しようがないんですよね。まあそうですよね、うん、確定してないんで。そう、もう雨が降る確率 30%、70% とかっていうふうにしか言いようがないので、はい、はい。まあここの点はまあそういうものだというふうにご理解ください。はい、で、過去ずーっとね、投資をしてきた期間があります。うん、で、そこのデータ、詳細なデータがあります。うん、で、そのデータをもとに、このバランスとか、まあこういう方法で運用したら、まあゼロの時に100万円を投資してるんだけども、うん、そこからどのように、資産が変異するかっていうのが、まあいわゆる確率によって面でね、表現されています。うんうん、で、グラフの中の緑色の線、はい、これが 7% の資金曲線です。うん、はいはい、なので、まあ 7% を複利利回りで運用するとこうやって二次曲線を描いていくと。ああ、で、20年経つとだいたい400万くらいになる、ね。そうですね。はい。はい、先ほどのは17年だったので、まあ300万ちょっとぐらいにはなってるので、うん、まあ大体同じような。ああ、大体来てることですね。はい。で、黄色の線。これは真ん中の線になるんですけど、これ中央値になります。はい。はい。いわゆるまあ平均と中央とちょっと違うということですね。うん、で、これはまあ3番目でも触れるとは思うんですけど、黄色の線っていうのは、価格変動商品を扱うと必ずこういう結果になります。うんうん、緑色のやつが期待利回り。うん、で、だけど、中央値としては黄色の線になります。うんうん、確率として 50% の線だっていうことですね。はいはい、じゃあこっちの線使った方がいいんじゃないのと、まあその通りだと思います。だから長期的に、まあ安全で、投資をしたいということであれば、7% を求めて 7% で運用してるんだけど、結果は 5% になってしまうっていうようなことになります。うんうんうん、で、これなんでっていうふうになるかもしれない。まあこれ価格変動商品の投資っていうのに慣れてない方に関しては、うん、そういうふうに感じるのは当然だと思います。これはまあ3番目のところでお話をします。はい、で、グラフの見方ですけども、まず一つはですね、まあ元本のところですね、100万円のところに、黒い点線が引かれているというところで、はい、まあそこを割り込むと元本割れするということですね。はい。ベージュのところですね、ベージュと白の境目のところ、一番下の線になりますけど、うん、まあそこがまあ 10% の確率。おはい。で、ベージュと濃いベージュの間にある線が、まあ、これが 30% の曲線になります。はい。で、黄色が 50%。うん。青の濃い面と薄い面の境目ですね。ここが 70%。ほうほうほう。はい。薄い青と白の境目のところが、うん、まあ 90% ということになりますね。なるほど。はい。まあ、見方としては、まあ、元本割れの方、下の方を見れば、このベージュの線のところが、まあ、10% の確率で、まあ、元本割れしてしまう。はいはいはい。うん。で、濃いベージュの方は 30% の確率で元本割れしてしまう。大体その分岐点が2年か3年くらいのところに一つありそうですね。そうですね。うん、30% の確率のところが、まあ、言うと上に上がってくる、まあ、その元本を 30% を超えてくるっていうところだと3年ぐらいですかね。そうですね。はい、うん。で、10% になると10年ぐらいまで行きますかね。そうですね。はい、うん。っていうような形になります。なるほど。はい。じゃあ10から11年運用したとしても、まあ、10% くらいの確率で元本割れの可能性は残っていると。残ってるってことですね。いうことですね。はい、そういうことですね。うん、で、絶対にこれはゼロにはならない。そうですね。20年のところでは、うん、まあ、一応白の部分がね、上回ってるので、10% の確率でも元本割れはしないんだけども、うん、じゃあそれを細かくまた 5% ではとか、1% ではっていうと、はいはい、まあ、やっぱり下に下がっていって、うん、元本割れの確率が減ることはありません。うん。ゼロには絶対にならないということですね。ゼロには絶対にならないです。うん、はい、うん。未来がわからない以上、それはそうですよね。そうですね、うん。もう下がるのももう言ったら青天井で下がっていく、ゼロまで下がっていきますので、うん、まあいわゆるそのゼロになる確率がゼロになることは絶対にないってことです。うんうん、はい。これも不都合な事実かもしれない。ああ、まあ確かにそうですね。うん、まあ元本割れの確率は絶対にゼロにはならないです。うん、はい。青い面のグラフの方にも注目してほしいんだけども、うん、これグラフこう上の方に伸びてるよね。ホラガイみたいな、ラッパみたいな。そうですね。はい、こうでラッパみたいな感じでね、ホラガイのこうぐーっとこう伸びてピョンって角みたいな感じでね。うん、なってますね。てます。これ上の面の方が大きいじゃないですか。大きいですね。でもこの幅一個一個、うん、カラーで変えたところの幅一個一個は確率は変わらないんですよ。ああはは。ということは上の確率の方が高いってことだね。ああ、はい、はいはい。年数を超えれば超えるほど。うん。うん。上の方が確率が高くなっていく。うん、うん。で、下の方の確率がちっちゃくちっちゃくなっていくっていうか、うん、まあ、だから相対的にですよ。そうですね。うん、相対的にちっちゃくなっていく。うん。ということが言えますと。うん。いうことですね。で、そうすると、これ、まあ、いわゆるその半分以上になる、まあ、50% の確率で、この青の面に入るってことですね。うん、おー、なるほど。黄色の50でしたもんね。そうです。はいはい。倍くらいありそうですけどね。そうですね。ですね。はい。うんうん、じゃあ、これ、この投資方法、やりますかってことですね。ああ、という、あなるほど。はいはいはい。個人的にはなんか期待値がプラスのように見えますけども。期待値はプラスですね、当然。当然、期待値プラスじゃないとダメだよ。ですよね。うん。うん、やっとしたら、まあ、ちょっとやりたいかなという気持ちもありながらも、やっぱり元本割れの確率が、
ゼロではないっていうところがやっぱブレーキになるじゃないですかね。そうですね。そこをもう噛み砕く必要があるんですね。ご自身でもう咀嚼して飲み込む必要がある。うん、で、これは僕自身から見ると、すごい魅力的だっていうのもね、うんうんうん。だって20年間も運用したら、もう本当は目標としては400万程度なんだけど、うん、700万以上になる確率だってあるわけで。確かに 90% 以内にそこに収まるであれば、10% のくらいの確率でそこまでいくと。そうですね。はい。でも、30% か 40% くらいの確率で、うん、まあ大体400万を超えていくっていうことですよね。そうですね、うん。はい。だから 7% よりも上回る確率っていうのも十分残されている。ああ、はあ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 。いいですね。そう聞くと。うん、ただ20年かかるんですよ。ああ、確かにね。で、ここで大事なのは何かって言ったら、うん、まあ長い期間投資をするってことです。うん。なんかどこかの動画でも喋りましたね、それ。そう。だからまあ続けていくしかないっていうことになりますね。はい、うん。うん。だから元本割れっていうのは、もう始めた当初から考えると起きるんだよね。うん。うん。起きるものとして考えた方がいいということです。うん、まあ起きても大丈夫なようにしていくっていうのもあるかもしれない、ね、そうですね。なので、投資っていうのは僕自身が言っているのは、投資に使うものを、まあ例えば老後資金は投資にするけど、学習は投資にしたくないとか、うんうんうん、でそういうのって違うんだよね本当は、うん、そういう決め方じゃない、うんうん、このお金いつ使うのかによって投資できるかできないかが変わってくる運用期間かそう運用期間が長ければ長いほど投資に向いてるんですこれ見たら明らかですねそうですねだって短ければ短いほど元本割れの確率は高くなっていく、うん、うんうんうんそうですね。うん、そうだね。2、3年だったら 30% の元本割れですからね。で、まあ、このグラフの作り方にもよるんだけど、まあ、10% で線引いたのでね。はい。うん、これが 15% だったらもうちょっと上に行くし。そうですね。ギュッと行きますね、うん。それは見せ方なんで、うん、ただまあ、特徴はつかめたと思います。うん。だから、このグラフを見て、例えば10年以下の投資すら怖いっていう人もいるかもしれない。ああ、それはあると思いますね。ね。だけど、10年の本で見たら、うん、10年で見たらもう上ほとんど、利益ですよね。そうですね。はい。でも5年だったら、上ほとんど利益っていうふうに言えますよね。まあまあ言えますね。うん。うん、3年だったらっていうと、まあちょっとだいぶ、含んでますね、みたいな。だいぶちょっと、っていうふうな、そういう印象になる。まあ、だからその人それぞれによって変わるのかもしれないけど、じゃあ何に向いてますかって言ったら、老後の資金が一番長いわけじゃないですか、そうですね、使うまでの期間って、うん。うん。必ず老後は迎えるんでね、皆さん。若い人にとっては40年からあるかもしれない。うん、ただまあ老後資金から投資をするっていうのは、理にかなってる。うん。長いか。そう。うん。で、車の買い替え費用が例えば7年とか8年とかで考えてられる方で、うん、で、子供の教育資金が今生まれたばかりで、うん、18年後に、まあ、大学に入学すると。うん、で、車の方は、まあ、僕銭で買えればいいから投資にするけど、子供の教育資金は、投資に向かないって、これ違うんだよね。うん、ああ、逆かもしれないですね。逆なんです。はい、ね、逆なんですよ、うん。だから投資期間で決まるんだよね。うん。うん、なるほど。まあ、そういうようなものの特徴も、見えて取れると。いうことですかね。はい。で、まあ、なんかここで重要なのは、まあ、言うたら元本割れっていうのは必ずしてしまう。うん、まあ、そういうふうに思って投資した方が気は楽かもしれない。そうですね。うん。だから、できるだけ長い期間で投資をするっていうのがいいのかなっていうふうには思います。うんで、はい、これを見てですね。まあ、やっぱ上の方の面積がすごく大きいので、やっぱり投資って魅力的だな、というふうに思っていただけるとありがたいっていうか、うん、まあ、僕と同じお友達になれる、というふうに思います。はい。はい。ですかね。はい。はい。じゃあ、三つ目。利回りには副作用がある。ああ、そうですね。はい。うん。これ、利回りっていうと、まあ、複利利回りっていうふうに言ったりともしますね。アインシュタインがね、人類の最大の発明は、複利利回りであるというふうに言ったか言わないか。うん、そう。言ったか言わない。どこにも残ってないけど言ったと言われている。そうですね。この言葉。はい、うん。複利利回り皆さんね、ご存知だと思うんですよ。うん。7% 複利利回りやって、こう、二次曲線を描いていきますよね。うん、まあ、最初のうちは低空飛行だけども、うん、ある時からね、こう、上に垂直に上がっていくっていうね。はい。高校時代とか中学時代のグラフで見られたかなっていうふうにも思うんですけども、うん、あれです。はい。利回りって、確かに、いいことだけかもしれないじゃないですか。もういいこととして聞きますよね。そうですね。うん、で、これは価格変動しない商品にとっては、いいことだけしかないんですよ。うん、ああ、じゃあ金利 10% とかね。うん。最高ですよね。そう。定期預金の金利 10% とかっていうんであれば、もう全然いいことだけ。うん、いいことだけ。悪いことは全くないです。うん、ただ、価格変動商品にとっては、このリターン、うん、副作用があるんですよ。っていうのが、今回の3つ目。で、この副作用って何かっていうことなんですけど、うん、その、リターンの反対の作用もあるってことですね。うんうんうん、まあ、リターンとリスクっていうふうに言われたりするじゃないですか、はい。で、リターンはリターン、リスクはリスクって思っておられる方が結構いらっしゃる。あ、いや、それは思います、うん。うん。金融商品は確かにそういう側面があるものもあります。うん、例えば、債券とかですね、うんうん。はい。リートとか、まあそういうような側面があるものもあるんだけども、うん、だけどそれも全部ひっくるめて考えてみたとき、うんうん、いわゆる、
リスクのみで考えることもできるんだね。まあ、我々で言うところのリスクっていうのは変動幅。そうです。元本割れっていう意味ではないです。変動の幅ですね。うん、はい、幅、うん。で、通常ですね、投資の世界とか経済の世界っていうのは、パーセンテージで動いてるんですよ。うんうんうん、だから、100円上がる商品は100円下がるかもしれないっていうのは、ある意味間違っていて、うんうん、これが 10% 上がる確率があるやつは、10% 下がる確率がある。おー、このパーセンテージで動くんだっていうことですね。うんうんうん。プラマイ 10%。プラマイ 10%。うん。である場合はですね。ああ、うん、そうか。だからその、ある地点から、値段が上に上がるか下に下がるかっていうのは、うん、同じ距離だけ動くっていうのが、うん、まあ短期的な動きになります。はい、で、これに加えて、うん、こいつ自体がお金が儲かっている場合に、うん、その分だけ上に上がる。ほうほう。って言えるの。プラス幅が増えるみたいな感じですか？そういうことですね。ああ、はい、なるほど、なるほど。だ結局、上下 10% で動く商品があって、うん、で、こいつが 7% の利益を生んでいるとすると、うん、上に 17%、うん、下に 3% 動くと。はあ、あ、なるほど。うん、10%、10% にそれぞれ 7% ベースのやつを足すわけだね、うんうんうん。で、そうするとリスクだけで表現できるよね。ああ、確かに。うん、変動幅だけですね。そう。上に 17%、下にマイナス 3%。うんうんうん、だけど本当は、中身は 10%、10% 動いていて、うん、7% ずっと上がっている。ああ、なるほど。表現方法として2つある感じですね。そういうこと、そういうこと。はい。だからリスクっていうのは上下の幅なので、うん、価格変動商品っていうのは、その上下に幅、動くよね、うん。はい。これは利益の源泉でもあるし、損失の源泉でもある。うん。うん、だから損失ができるだけ小さくて、利益が大きいものに投資をする。そうですね。うん。これ損傷利大っていうんだけど、ね、損が小さくて利益が大きいっていうんですね、うん。で、これに投資をしなきゃいけない。うん。当たり前っちゃ当たり前だよね。まあ、だけど、その当たり前ができてない人もいるんだよ。まあ、そうなるわけですね。うん。はい。そう、うん。僕らが投資っていうふうに言ってるのは、投資の定義とはって言ったら、お金を投じることを投資っていうふうに言うんだけども、うん、その投資って、投資だよね。資、うん。で、これは資産。資本に投資をする、うん。で、この、これは資産とか資本とか何ですかっていうふうに言われたら、お金を生み出すもの。いわゆる価値を生み出すものだ、うん。はい。それに投資をするというものが、はい、まあ僕らの投資の定義、うん。だから価格が下がったから買う、うん。価格が上がったから売るっていうものはないっていうことです。うん、はい、それは投資ではなく投機。うん。そいつ自体がお金が増えていくっていうことが前提としてあるんであれば、その方法はあり得ます。ああ、なるほど。はい、だけど、はい、増えていかないものを、うん、やっていくっていうのは、それは投機になります、うんうん。いつか売らなきゃいけない。まあそういうことですね。うんうんうん、だから、一瞬一瞬で売らなきゃいけない、うん。持ってたって増えていかない。そういうこと、はい、うん。持ってるだけコストがかかるし、持ってるだけリスクも大きくなる。うん、だから、できるだけ手早くしなきゃいけないっていうようなこともあります。うんうん、はい。はい。まあちょっと余談になりました、うん。で、そうすると、今ちょっとグラフで表示してもらいたいんですけど、こんなグラフを用意しました。青色、黄色、オレンジ。はい。ありますけど、これずっと下がっててますね。下がっててますね。はい、うん。で、このパーセンテージで値段が動くっていうのはどういうことかっていうと、うん、10% 下がったら、うん、10% 上がっても元取れないってことなんですかね。戻らないってことですね。そう。これは。これは、ひふみとかでもお話をしたのかな。してますね。価格が下がってしまったら、それを取り戻すのにものすごい力がいるよっていうふうに言ったんだけども、うんうん、これ青いグラフ。はこれ 10% 上がって 10% 下がるっていうようなグラフです。で、最初の2番目のところで 10% 下がってます。下がってます。うん、100からスタートしてるので90まで下がります。うん、はい。で、90まで下がって、その後90から 10% 上がると、おお、99。99だから100に戻らない、ね。うん、1足りないですね。はい。うん、これが変動の形なんだね。うん。で、上下なんで同じなのっていうふうに言われるかもしれないんですけど、うん、投資の世界でも、まあ、経済の世界でもですね、通常、値段の値動きっていうのは上下一緒なんですよ。で、その、生み出すっていう力を無視すれば。ああ、なるほど、なるほど。うん。生み出すっていう力、金利であったりとか、預金のプラスっていうのを無視すれば、値段の変動っていうのは上下一緒。ほう。うん。で、これもノーベル経済学賞取ってる、これで。あ、そうなんだ。そう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 。へまあちょっと置いときます。はいはい。で、上下一緒でどん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 下がってっちゃうね。下がってってますね。だから元に戻ることはないんですよ。1対1で確率があるからね。で、この、これも1対1なんですよ。あ、ここも。はい。あ、そうなんだ。そうです。へえ、じゃあ下がりますね。下がってっちゃう。絶対に。そう。パーセンテージあるなら。そうです。額面なら戻りますけどね。
額面。100下がって。あ、そうそうそう。うんうん、100円下がって100円上がるっていうふうに考え方をしてると、うん、これはずーっと横ばい。横ばいですね。うん、そう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 。なるほど。パーセンテージだからこんなことになっちゃうと。そう、うん。で、ここを切り替えていただく必要がある。だから常にパーセンテージで話してっていうふうに言うわけです。なるほど。うん。だから日経平均が何円高の何円、何円になりましたっていうのは、その一般のニュースではそう言われるけど、ドル円がとかね。そう。為替のね、レートとか、先週末の終わり値から、うん、円高ドル安の何円何円っていうふうに言うでしょ、うん、言います。あれね、円とかで話してるじゃん、うん、それって本当はあんまり意味がないデータなんですよ、うん、だからパーセントで書かないといけない。で、これ証券会社のホームページ行ったらいいです。証券会社のホームページ必ずパーセント書かれてます。おー。で、経済ニュース、いや、その投資系の経済ニュースですね、もう必ずパーセントで表示されてます。おー、なるほど。だからパーセントがないと意味がないんだよね。あ、うん、だから一般ニュースはまあ分かりにくいからそれ表示してなくて、うん、本当は知りたい情報としてはパーセントで知らなきゃいけない、うんうんうん、まあこれ見たら明らかですよね。そうですね、もう この性質を知ってるからパーセンテージで知らなきゃいけない、うん、で、黄色にするとこれ 20% です、上下、うん、だから 20% 下がるので2のところでは80まで下がってます。そうですね。で、その後 20% 増えるんだけども、うん、これ戻ってこないですよね。96か、うん、96になる、うん、で、これ戻すためにはどんぐらい必要かっていうと 25% いる。あ、80の力で100まで戻さなきゃいけないので、4分の1かけないといけない、ね、そう、40分の1の20増やさなきゃいけないから、うん、25% っていうことになります、うん、で、今度赤は 33% です、うん、で、33% 下がりますので、まあ 66% だとしてください、うん、まあちょっと端数出てきますけど、はい、で、それから 33% 上がっても戻ってこないです。そうでしょうね。で、これ戻すためにどんぐらい必要かっていう、66の力で100に戻さなきゃいけないので、うん、実はこれ 50% のリターン必要なんですよ。どんどん開いていきますね、それね。どんどん開いていきます。ね、そういうことですね。だから、ひふみ動画のところで、ひふみってどうなのっていうようなところでね、うん、まあ、最初はバットいっぱいついたんですけど、僕は、その、リスクを、この現象をちゃんと説明するために、まあ、そういう話をしたんだけども、うんうん、まあ、ご理解いただけなかったみたいです、ね。なかなかちょっとね、まあ、図がないと分かりづらいところかもしれないですね。まあ、そうですね。まあ、いわゆる、リスクっていうのが大きくなればなるほど、下に下がる確率がどんどん上がっていくってことですね。はいはいはい、まあ、確率っていうか、まあ、下にどんどん下がっていっちゃう、ね。うん、基本下がっていっちゃう。まあ、これ、角度が急になっていくでしょ。いや、本当に。ね、うん、どんどんね、急になっていきますよね。うん、下に下がるのが、どんどんスピードが大きくなってしまうもんで、リスクが大きくなると、それに見合うリターンも必要になってくるってことか。で、そのリターンとリスクっていうのを、まあ言うたら、一緒にしてみるとどうなるか。まあ先ほどもね、うん、リスクの中にリターンを含めることもできるっていう話をしたので、うん、もう一個のグラフを見てほしいんですけど、はい。はい。これがもう一個のグラフですね。こちらですね。はい。同じ色にしてるんですけど、これ違うのは、プラス 7% してあるってことです。ああ、はあ、はあ、はあ。ベースに 7% の上昇があって、いわゆる増えていく。ものがあって。だから、このグラフ一つ一つが、まあ、特定の何かのファンドとか、うん、まあ、金融商品であったりとか、まあ、投資方法、うん、まあ、僕らのアセットアロケーション、何でも結構です、うん、そういうような金融商品だと思ってみてください。うん、で、そうすると、上下に 10% 触れるんだけども、うん、7% で増え続けるっていうものがベースにあるものっていうのは、この青のグラフになります。おー。二次曲線っぽく見えますね。そうだね。ええ、うん。上下がね、うん、まあ、ちっちゃいからね、10% でちっちゃいので、こう、上に上がっていくっていうのが、うん、まあ、こう、蛇腹もすごいこうね、うん、伸びきってキューって上に引っ張られてるような感じですよね。うん、で、これは別の表現の仕方をすると、うん、上に 17%、下にマイナス 3% 動く、それが 50% の確率で起きているっていう状態になります。なるほど、うん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 。そういうふうに言い換えることができる。はい。じゃあ、黄色。はい。うん。これは、プラス 7% がベースにあって、上下に 20% 動きます。うん。いうことは、これは別の言い方をすれば、上に、27% 動いて、うん、下にマイナス 13% 動くと。で、これが半々の動きで起きていくと。うん。で、すると、黄色のグラフになります。うん、うん。まあ、これが、まあ、交互に出た場合っていうことですね。はい。はい、うん、で、赤のグラフですね。うん、これは 33%、先ほどギューって下がってたやつですね。うん。これに、ベースの 7% 加えると上がっていくんですよ、これ。まあ微妙ですけどね、全部上がってるでしょ、うん、確かに上がってる、うん、で、これはまあプラス 33% にプラス 7% して上に 40%、うんうん、下に 7% マイナスをするので、うん、26% マイナス 26% だから上にプラス 40%、下にマイナス 26% 動くというような形になります。あ、なるほどな、うん、これ全部右肩上に上がってってるよね。そうですね、うんうん、で、ここでもやっぱりリスクは小さい方がいい。そうでしょうね。で、このグラフの関係で見ればもう明らかで、まず同じリターンであるならば、うん、同じベースのリターンが同じであるならば、リスクはできるだけ小さい方がいい。うん、間違いないですね。うん、うん、
この通りってことですよね。そうですね。はい。で、逆にリスクが大きくなるっていうことは、リスクが小さいものと比べると、リターンがもっと大きくないといけないってことになります。追いついてないですもんね。そうですね。はい。うん、まあ、どちらも言えるってことですね。うん、確かに。はい。なので、僕らは投資のことで考えていくと、ベースリターン、まあ、要するに目標利回りですね、うん。はい。っていうのは、できるだけ高くキープをして、うん、できるだけリスクを小さくすればいいってことがわかるよね。ああ、そうですね。うん。うん、まあ、単純なんだけど、うん、まあ、縦軸にリターンをと持って、横軸にリスクを取ったときに、リスクがゼロでリターンが最大のものがいいんだから。最高ですね。そう。だから金利が。金利。預金金利とかが最高。そういうこと、ですね、そういうこと。うん。だから金利が今 0.1% だから、リスクゼロにしたって 0.1% とか 0.01 とか 0.001 とかってになってから、もう 0.ってついただけでゼロなんで。ああ、そういうことですね。だから意味がないってことね。うん。うんうん、だからまあ、リスクを抑えて、で、かつリターンを上げなきゃいけないってことですね。うんうん、で、これの、ちょうどいい塩梅を探さなきゃいけないとかね、うんうん。組み合わせでいくつかね、選べそうじゃないですか。そうそうそう、そう、うん。だから、リターンが高くてもリスクが高いと、実は上がっていかない可能性がある。あ、まあ、そういうことですね。うん。うんうん、確かに確かに。そう、うん。で、そのいい塩梅のところを探していく必要があるよと、うん。うん。で、このリスクを下げるっていうことが、アセットアロケーション、資産分散っていうことだよね。うん、で、それとか、まあ、時間分散、うん、まあ、ドルコスト平均法。うん、そうやってできるだけリスクを抑えて、うんうん、投資をしていくっていう方法があります。分散投資っていうやり方がありますね。うん、まあもちろんそのリスクの抑え方っていうのは他にもあります。はい、例えば目利きがうまいのであれば、うん、上がっていくものだけに投資をして、うん、下がっていくものに投資をしない。うん、まあこれをこう交互に入れ替えるってことね。おーおーおー。ただこれは結局、インデックスファンドが最強になる理由っていう話をしたんだけども、うん、平均点で考えると、実はまんべんなく全部投資してしまった方がいい。アセットアロケーションで運用してしまった方がいいっていう結果がもうすでに出ています。出てますね。はい、うん。なので、それを選別、目利きすることをずっと続けて 100% プラスになっていくなんてことはできないわけです。どこかで何か失敗が。うん。で、それができる人っていうのは天才です。うん。だから、まあ、例えば、ウォーレン・バフェットさんとか、うん、そういう方たちは、もう、いわゆる長年やって増えていくものをこう見つけられるんだね。うん、そうですね。うん。だからこそ、まあ、賢人なんて言われるし、だから僕らとは違う世界の人たち。うん、まあ、その彼でさえ失敗しますからね。そうですね。はい。航空株でやっちゃいましたからね。まあ今はね、バクシャーファーサイも SP500 よりもアウトパフォーマンスということで、そう、 そういう一時的なマイナスももちろんあるんだと思うんですね、うん。だけど僕らはさ、うん、そんなプロじゃないじゃん。ない。だから、もう、狙えないんだよ。うん、なるほど。あの、うん、天才じゃないから。再現できない。そう。だけど天才じゃなくてもさ、うんうん、テスト受けなくて、平均点取っていいよっていうテストがあったら皆さんどう思う？うん、それを受けたい。でしょ？それを受けたい。でしょ？うん。まあ、平均点、まあ中央値で言うとね、平均点よりちょっと下になっちゃうんだけども、うん、平均点っていうか真ん中よりも下になっちゃうんだけど、はい、それでも十分利益になるんだったら別にいいじゃんかっていうことだよね。うんうんうん、そう、それでね、利益で、まあ、増えたもので、何か自分の達成ができれば十分ですよね。そうですね。はい。はい、で、まあ、ここちょっと余談になりましたけども、うん、このね、投資っていうものを考えたときに、うん、この利回りには実はマイナス効果がある。うん。うん、まあ、利回りっていうところをこうリスクに置き換えていくっていうことが、うん、まあ、一つ、必要になってくるんだけども、まあ、できるだけ分かりやすくお話ししたつもりです。はい。投資の世界っていうのはこうなっているんだってことですね。うん、なので、僕らはリスクを抑えてできるだけリターンを大きくしていくっていう作業が必要で、それができる、素人でもできる、またその天才じゃなくてもできる方法として、うん、唯一無二なのが、まあ、アセットアロケーション全世界投資だということになります、うん、ここら辺がこの3つね、これデメリットです、投資の中で言うと。まあそうでしょうね、不都合ですからやっぱり、はい、はい、なんだけど結局ここで、ね、何が言いたいかっていうと、この3つの不都合があったとしてもお金が増えていく方法でやればいいんだよってこと、うんうんうん、それ起こるんであれば、うん、その起こることに対して対処しとけば問題ないよねっていうことですね、うん、そうですね、はい、織り込み済みでいきましょう。そうそうそう、元本割れを間違いなくしてしまうんであれば、元本割れになった時にお金を使うっていうような状態を避ければいいだけの話だし、あ、はい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 、右肩上がりに増えていかないっていうのもまあ同じような理屈になるよね。そうですね、うん、はい、で利回りには副作用があるよっていうふうにことだけども、うん、リスクをできるだけ抑えてリターンを増やしていく、またリスクを抑えてリターンができるだけ下がらないようにするっていうような方法っていうのがあるんじゃないかっていうふうに考えるわけですね、うん。はい。で、これらを全部踏まえてみると、まあ、例えば長期投資になったりとかするわけだ。うん。うん、全世界投資で、まあ、老後資金とか、うん、まあ、10年以上、まあ、15年以上とか、まあ、できるだけ長いも10年、20年、30年っていう長い期間のものを投資して、その中でも投資が怖ければ、小さい金額で始めていくというようなものですね。うんうん、はい、もしくは、まあ、例えば学資とかも怖いっていう気持ちはまあ、わかるからね。うん、そうすると、半分だけ学資の運用をして、うん、半分だけ
預貯金で貯めていくというような方法だってあると思うんで、はい。まあそういうようなところにこう変化をさせていく。自分自身に合わせていくっていうことですね。だからまあ、三つの不都合な事実ですね。これ、まあ皆さんにとっては、ちょっとね。嬉しい出来事ではないですね。ないですけども、だけども僕らも伝えなきゃいけないので。そうですね。ただそれに対処する方法もあるんだよ。デメリットだってそれをデメリットと感じない方法もあるんだ。で、その方法でやれば僕らは大丈夫だよねっていうことも、まあ理解していただければなと思います。はい。はい。以上ですかね。はい。はい。じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、マネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。気になるタイトルがあれば、ぜひクリックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。